お世話になっております、マサルです。今回はパスワードクラッキングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずパスワードクラッキングについて概要をお話しします。その後オンライン攻撃とオフライン攻撃についてお話しします。それでは始めていきましょう。パスワードクラッキングはデータ分析によって他人のパスワードを割り出すことです。さまざまな手法を使ってパスワードを解読し、システムやウェブサービスへの不正なアクセスを試みます。パスワードクラッキングの方法は大きくオンライン攻撃とオフライン攻撃があります。オンライン攻撃は実際に稼働しているサーバーに接続し、ユーザー ID やパスワードを調べる攻撃です。代表的なオンライン攻撃として、パスワードの全ての組み合わせを試すブルートフォース攻撃があります。ブルートフォース攻撃は考えられるパスワードの全ての組み合わせを試していく方法です。その他の攻撃として、パスワードを固定してユーザー ID を変化させるリバースブルートフォース攻撃があります。ブルートフォース攻撃は ID を固定してパスワードを調べようとしますが、リバースブルートフォース攻撃はパスワードを固定して ID を変化させるのが特徴です。次の辞書攻撃は、辞書に記載されている単語からパスワードを推測する攻撃です。最後のパスワードリスト攻撃は、他のサイトで流出したユーザー ID とパスワードの組み合わせを試すことでパスワードを調べる攻撃です。ブルートフォース攻撃は、アカウントロックアウトを設定すれば、ログインの試行回数を制限することができるので、比較的簡単に対策をすることができます。しかし、リバースブルートフォース攻撃などは、アカウントロックアウトでは対策をすることができないので、接続元の IP アドレスなどの情報を使ってログインの試行回数を制限することが対策になります。オフライン攻撃は、事前に取得したパスワードファイルなどの情報をもとに解析を行い、パスワードを調べる攻撃です。多くの場合、流出に備えてパスワードの情報がハッシュ化されて保存されています。よって攻撃者がパスワードファイルを取得したとしても、知ることができるのはパスワードのハッシュ値だけということがほとんどです。そこで攻撃者はパスワードのハッシュ値を解析してパスワードを調べる必要があります。攻撃者はよく使うパスワードのハッシュ値をあらかじめリスト化しておくなどして、効率よくパスワードを調べようとします。このように事前に取得しているファイルなどに対してパスワードクラッキングを行うことをオフライン攻撃と言います。詳しいオフライン攻撃については次回の動画で説明します。それでは今回はパスワードクラッキングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はパスワードクラッキングについて一緒に勉強しました。オフライン攻撃の一つとして有名なツールがジョン・ザ・リッパーです。 YouTube でジョン・ザ・リッパーと検索してもらうと、実際にパスワードクラッキングをする様子を見ることができると思います。初めてジョン・ザ・リッパーを使う様子を見ると、こんなに簡単にパスワードクラッキングができてしまうんだと驚く方がいるかもしれません。このようなツールの正しい使い道は、例えば暗号化したファイルのパスワードを忘れてしまったので調べたい、そのような時に使います。鍵をなくした時に鍵を開けてくれる鍵屋さんみたいなイメージです。ただこういう技術はどうしても悪用されてしまいます。今回もジョン・ザ・リッパーを使えばパスワードクラッキングをすることができるとお伝えしていますが、くれぐれも正規の利用方法で、勉強の一環として利用するようにお願いします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。